私はやんちゃ盛りの3兄弟の母をやっていて毎日げっそりしています、うん、太田さん上田さんが子供の頃のあの頃俺は一番のやんちゃだったなという話を聞かせてほしいですと。あーやんちゃだ。でもまあうちのおふくろは本当に大変だったと思うわ俺が子供の頃は。あそう。あまあ本当にやっぱ俺悪かったから あのなんだろその悪っていうのは悪じゃないんだけどガキ大将的な なんかねだから3歳4歳の頃か住宅街があって細い道の前に住んでたわけ、うん、3、4歳の頃、うん、でそこで俺道端に寝て本を読んでたわけどんな町なのそれそんな町があるの日本に違う俺だけなんだけどね なんか俺は家の前の道は俺んちのものと思ってたわけ、まあ、子供の頃周知として、うん、でも違うんだよ普通の道なんだよみんなが使う行動ですか、うんうんうんまあ、車1台が通れるぐらいのねすれ違いないけど、まあ、一方通行の道ぐらいのところがあって俺はなんていうのその道にこうやって横になって誰ももうチャリンコも通さねえっていう状態でえそんな街あるんですか日本にいやほらあの昭和の良き時代よいや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 そんな見たことないですよそんなのえでまあまあ寝て本を読んでたんですか絵本読んでたわけはしたらほらおばちゃんとか近所のおばちゃんとかがさ買い物とかで通るじゃんしたら俺そのおばちゃんとかに向かって石投げつけてたわけお前どういうことですか通んな何お前俺んちの道通ってんだっつってすごいですね通んなババって言いながら石とか投げつけてたわけそしたらそうおばちゃんたちがそう、うん、上田さんまた石を投げますってこう言うわけよ近所のいつもの感じで、まあ、また石投げよんでーす、ま、とかって言ってねでもうちのこれがこう飛び出てきてもっと申し訳ないまた何してんのみたいな感じでこうパーッと連れてかれたりでそっからちょっとね引っ越したのよ引っ越した家は今度は国道なわけ国道3号線っていうでかい2車線のでも俺は相変わらずそこを自分の家の道だと思ってるわけまだ7歳だからねいやだから自分の家の道かどうかじゃないんですよまず道に寝るってことがどの道だろうがないんですそこにこだわってますけどなんか私有地だとかどうとかそうじゃないんですよ道に寝て本を読むっていうのは中島みゆき以来ですよ、うんねうん、でもまあまあ相変わらず俺は自分家の道だと思ったからいやそれ関係ないですけど ね家でじゃあちょっとまあね、うん、今日はどの本にしようかなと思って、うん、この本を取ってその国道に行ってその家で読みなさいよで国道でこうやって読んで俺大渋滞にしたことあるその三号線をパパパパパーとかなってるけど知らん俺の道だとそう少年漫画でもないですよそんなのあんな人まあまあね、そんなことばっかやったりとかしてたわけよで、なんだろう俺の中ではだよ学校入っても弱い者いじめはしてなかったわけ俺の中ではね、でただあの、あいつにいじめられたって言ったら俺が仕返し、うんうん、しに行ったりとかしてたよ、うん、でもこいつからすると俺にいじめられたって思うわけじゃん殴られてるわけだからね、まあそうだね、実際さ、うんうんでうるさい親とかはさたまに家に怒鳴り込んできたりするわけよ、うん、まあ確かになんかガチャって開けて、うん、うちのね、うん、何々がお宅の深夜君にこう殴られて、うん、ね泣いて帰ってきました、うん、みたいなおふくろ本当に申し訳ございませんもううちの子がんとって言って、うん、もうすいませんこれ申し訳ねあの本当にお詫びにもなりませんけど、うん、なんてお菓子をさ持ってきたら和室にさお菓子これぐらい積んであったもんね。お詫びを、お詫びのあの賞味期限の長いやつ。お母さんはまずその道端で寝ることをやめろとは言わないお菓子を買いに行こう。賞味期限の長いお菓子いくつか並んでたもんね。うん、ですいません次の方どうぞみたいな。いやそんなすごいね。だからお袋は大変だったと思う。いや大変ですよ。俺が小学校低学年の頃とか。子供ってバカだよ、ね、だ親大変だよな本当そう考えてね特にもう3兄弟男3兄弟のお母さんとか大変だよ戦場だよだ俺なんか一人っ子だったからそれでも多分問題児だったからしょっちゅう学級会の議題にされたし、うん、要はでもうちのふくら偉かったのはそれを結構呼び出されてたらしいんだけど、うん、俺知らなかった、うん、でずいぶん大人になってそれこそ、うん田中と組んでそれこそ爆笑問題やってた時に、うんうん、
あんたね田中君はあんまいじめんじゃないよと、うん、テレビ見て思ったんだろうね。 あんた昔からそれで学校に呼び出されてたんだから私はと。あそう、幼稚園の時からそうなんだ。要するに太田君にいじめられて、うん、幼稚園来なくなっちゃってっていう。それでそのお母さんが太田君ね、なんか買い物で会った時にお宅の息子さんにね、なんかいじめられたみたいでうちの子幼稚園行かなくなっちゃったんですよって、私散々いろんな人に言われたんだからねって言ってた。だけど、なんで言わなかった。でしかも俺も全くそんなの覚えてないわけ、幼稚園の頃だからさ、うん、だけどあんたそういうところがあるからっつって、うん、でもそれはあのお母さんが言ってくるのはそれは違うだろうって私は思ってたから、うん、それ子供同士のことだから親が口出すことじゃないんでって言ったんだけど、田中をいじめてんのを見て、いやさすがに親言わずにはいらなくなったそうなんだね。そうそう、だから相当悪い、そういう陰湿な悪でしたね私は。俺もなんか学級会の議題とかになったって言われてた、なんか呼びなんか PTA の会議か、PTA の会合で1年何組の深夜上田晋也君の言葉遣いが悪いと、うるせえてめえとかまで言ってたからね。であれが他の子供たちにも影響してそういう言葉遣いになると困るみたいなのが議題になって、親父もおふくろに呼び出されてちょっと言葉遣いのご指導お願いしますみたいな多分言われたんだろうね。で、あ、本当に申し訳ございませんでしたって言って家に帰ってきて、親父とおふくろはいや実はね今日こういうので学校に呼ばれたと。でそうね、しお前のなんか言葉遣いとか振る舞いがねその粗暴だと、ね、言われたけどお前全然直さなくていいって言われて、そう、お前別にいい、もう伸び伸びお前もうやっときゃいいから、別になんか学校で何か言われてもそんなこうシュンと縮こまったりせずに今まで通り振る舞ってこいって言われて、俺多分次の日からより悪くなったからああいいんだと思ってさでも偉いよね。まあ偉かったのか分かんないけどね。いやいいと思うよやっぱ、だそれじゃないと今の上田晋也がないわけだからねその言葉遣いの悪いねこれ。いや待てや俺今丁寧に喋ってるわ。それが今こう生きてるわけだから、ね、生きてるかすごいよね。じゃあ次行く、うん、東京都墨田区25歳女性太田の子。ほら太田の子だってよ太田さん上田さんこんにちは、はい、突然ですがお二人は結婚式のお祝い VTR を頼まれた際のお決まりのセリフはありますか、うん、いわゆる鉄板ネタだね。あ、ありますよ。もう本当に鉄板のネタがもう二人あの有田とね、うん、もう鉄板のを毎回、うん、じゃあ男性スタッフが知り合いだとするじゃん、うん、じゃあこの番組のなんかディレクターの男の人が結婚すると、うん、その奥さんの名前だけ聞くわけ、うん、例えばじゃあ大丈夫いいけどじゃあ真由美ちゃんだとするじゃん、うん、仮に、うん、浅田君真由美さんご結婚おめでとうございますなんて言ってさ、で有田が、ああそう実はね僕どっちかというと真由美ちゃんとの方が先に知り合いでしてねなんて言って、え、そうなの？さ、まあまあもう時効かななんて言いながらさ、ね、3ヶ月ぐらい前ですかね、真由美ちゃんがねちょっと相談があるんですけどと、お、な、お、何？って言ってご飯食べに行ったとしたら、なんかちょっと私ねこれが最後の恋愛になるのかなと思うと、なんかマリッジブルーなんですなんて、そらねもう結婚するってことはそういうことだからねなんて言って、で最後にちょっと有田さんに抱いてほしいって言ってきたと。え、マジかよ、うん、抱きましたけど抱くんじゃねえよみたいな やり取りをするわけね。そしたらね1ヶ月前ですかね、浅田の方がねまたちょっと有田さん相談があるんですけどって言って、お、何？って言ってご飯行ったら、いやちょっとマリッジブルーだと。いやいや、なんでお前からプロポーズしておいてなんでマリッジブルーなんだよ。でね最後に有田さんに抱いてほしいって、まあ抱きましたけど何を抱いたのかみたいな毎回お決まりでやってる。ほぼ一緒ですただやっぱり、ね、君たちだけどやっぱ有田やっぱ最高、あのこう構築がすごいね何がいや別に俺はとにかくなんとか君真由美さん資料もらうじゃん、うん、で、あ、おめでとうございます、まずブワーッてめえなそこの飯はな食中毒が起こした店だからなとか言って最低だな入り口から入って、でこの、あ、真由美さん、あ、こいつね1週間前にね俺やっちゃった風俗で出会いました、お、構築が荒い確かにそんなのばっかりろくでもねえな芸人のお祝いコメントねひどいな。上田太田上田
太田上田。